こんにちは、R です。今日5月16日ですね。で、午後10時にですね、スプラトゥーンの最終シーズンなんじゃないかと言われている夏シーズンの情報が出ましたので、ちょっと見ていきましょう。またね、コマ送りで見れるようにしておりますので、一緒に見ていきましょう。まあ、このスイッチがだよっていうところを飛ばして。で、これ寝室でですね。で、音楽もね、ちょっと変わっとったよね。アマルガマニア。サシモリ。あ、サシモリはあれか。サシモリっていうバンドがおったよね。のアマルガマニアみたいですね。で、このね、電車のところ、駅っぽいよね。ね、こんな感じで。で、駅っぽくて。で、駅っぽくてね、結構広そう。で、なんかこういうところとかもイカじゃん。こういうところはイカじゃん。あれ、俺ちょっと今気になったんだけど、これっすね。なんかね、スプラトゥーンの世界って、この日本とは違って、右側通行なんですよね、車が。アマ美術大学とか。なのに、バスは左側走ってるな。これちょっと気になったな、これ。まあいいか。多分世界観関係ないもんね。で、これ新エモートかな。大ジャンプ。ありゃりゃりゃ。なるほどね。ビースみたいな。こういうエモートも追加されるんでしょう。ブル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 。リュウグウターミナルだって。へえ、いいじゃん。で、リュウグウターミナルは、あれっぽいよ。あの、線対称みたい。点対称じゃなくてね。真ん中で折ったら、半分になるよ、みたいな。で、新武器とかもあったけど、ちょっと見ていきましょうか。これね、ギミックがあるっぽいね。この、動くレール動くリフトかな降りてって、みたいな。で、湯の花で、あ、これ新武器かなじゃーん。これ井戸っぽいね。じゃーん。あ、あの、これトトロに出てくる井戸っぽくないじゃひゃーん。古井戸、あ、井戸じゃ。古井戸5。多分この V って5かな。フルイド V か。で、5個ある系ね。このトライストリンガー系の弾がね、最高5個出とったわ。これ普通に撃った時は5個出とんが、あ、5個出るんだ。1、2、3、4、5。普通にちょん撃ちでも、ほら。すげえ。これラクトより濡れるのかい？ちょん撃ちでも5出て、で、溜めても5出るっていうね。でも、集団戦はないみたいだね。この爆発がどんくらいダメージあるか分からんけど、死んでますね。これ。へぇー。いいじゃん。で、これ。この武器なんだい？なんかミント系の、なんかなんとかみたいな。かっこいい。この抜刀かっこよすぎじゃろ。ジャキーン、ジャキーン。ジャーキーン。鞘があるね。鞘があるじゃん。へえ。あ、鞘が一瞬でなくなったな。シャキン。ええ、かっこいい。あ、ワイパー三兄弟ね。ドライブワイパー、ジムワイパー。で、これなんだったっけ？ペパーミントなんとかかんとかみたいな。これだ。デンタルワイパーミント。歯磨き粉。歯磨き粉ですね。これも新ギアかな？すげえ。どういう特徴があるんだろうね、これね。こっからの？でもこれね、できるもんね。あ、でも、横切りか。うわ、かっこいい。ジャギーン。横切りがダッシュしてるね。なんで？ジムって普通縦切りよね。これ、あ、でもここ特徴的になってるね。横切りなのか、ためも。ための音しとったね。うん、ためだ。ためも横切りですよってことか。で、フルイド V、ガエン FF、バンカラガサー、みたいな。
新武器たちが乗ってきましたね。竜宮ターミナル面白そう。こんな感じでね。これなんで逃げないんだ。危ないって。気づけー。ドーン。ちょっとラグがありますね。で、ビッグラン。これさ、集大成ってことかね。これスメーシーでしょ。で、マテガイでしょ。待って、スメーシー、アマビー。ね、アマビーもあったよね。で、マテガイみたいな。これ過去にあったやつが来てる？そういうことなんかね。で、ここナンプラーか。こう棒のやつか。これナンプラーだよね。へぇー。でね、やばいのがあったよね。これ。嘘でしょ。お頭連合襲来。すげえ。マジかよ。これね、俺なんか、これ見ただけだったら、ああ、なんか、順番とかランダムで出てくるんかなと思ったら、これやばくない？ここタツオルじゃん。で、モグラ？モグラかにあれ。ジョーか。ジョーもおるし、ここに、横綱もおるっていうね。横綱だったっけ？俺、サーモラあんまやらんけ。よくわからんけど。やばいね、これ。三人同時？これちょっと面白そう。これで、ね、もうこのフェーズだけで倒せきれるかみたいなのやりたいよね。これはちょっとやりたい。すげえ。ちょっと待って、ちょっと待って、これ。和訳者じゃないっすか。で、これが、竜宮ターミナルっぽいよね。ムツゴロウみたいよね。2であったムツゴロウのステージみたい。こう行って、ここが真ん中でね。はい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 、みたいな。なるほど。これいいね。で、そう、ムツゴロウも2の最終ステージだったじゃん。戦隊賞のね。じゃけん、もしかしたら、竜宮ターミナル？これも最終ステージなのかな？悲しいけどね。で、シンスペとかはなさそうだったね。そうだよね。デコイとか。ね。ロングブラスターカスタムじゃん。へぇー。これ竹も、カスタム？落ちこうみたいな感じか。ロンブラ何になるんじゃろう。で、終わって、これあれだ。え？クレーターの近くじゃんね、これね。このエッフェル塔があるってことは、クレーターの近くにこんな駅ができたんだ。へぇー、ターミナル、結構でかいよ。へぇー。で、新シーズン開幕。なるほど。でね、この後ね、ちょっとね、あれなんだよね。意味深な。見てこれ。スリミ連合の内輪を持ったクラゲが言ってますね。あ、でも塩カラーズ。あ、テンタクルズも。なんだこれ。全員のファンじゃん。でもまあ、内輪持っとるってことは一番スリミ連合ファンなのかな。これ謎なんよね、このクラゲ。ただ、夏だよっていうことを表しとんかね。暑いなーみたいな。でも、俺、ここ、最初見た時気づいてなかったけど、ここはあれじゃね。さっきのエッフェル塔の近くじゃけ。この辺なんよね。このどっかに、このターミナルに行こうとしとるクラゲっていうことかもね。蒸発するんじゃない？大丈夫？まあ大丈夫か。で、終わりという感じですね。なるほど。ちょ、クレーター行ってみるか。やっぱ気になるのはここだよね。このエッフェル塔があって、あー、ちょっと周り見えんくなっとるね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、この近くに、竜宮ターミナルができとったね。オッケー。ちなみにちょっと最初のところも見てみよう。ここもね、エッフェル塔の近くなんで。電車がいっぱい。ね、この一番最初のところも、エッフェル塔で、まあ最終ステージなのかな、あれがね。この辺結構さ、電車がボロボロ、ね、こんな感じでしとって、電車の墓場みたいな感じだけど、新しくターミナルができて、電車もまた活躍しだすよ、みたいな感じなのかな。バンカラ街が発展していくストーリーだったのかもね、スプラトゥーン3はね。
OK。 他にもあのプロモで気づいたことがあったら YouTube のコメント欄で教えてください。コマ送りで調べるかもしれません。 OK、 じゃあねー、バイバイ。